細渕竹明は RF ラジオ日本のアナウンサー。埼玉県浦和市出身。血液型 B 型、埼玉県立か壁高等学校卒、中央大学卒、既婚、大学時代に、ラジオ短波のベースアナウンサー養成講座第3期を受講し、後に、競馬実況中継で同僚となる、宇野和夫の指導を受ける。1998年。 RF ラジオ日本にアナウンサーとして入社。同期のアナウンサーには佐藤和史がいる。入社直後から競馬実況中継で下積みを経験し、一方でジャイアンツナイターにも出演。さらに横浜国際女子駅伝、東京マラソン、全国高校サッカーなど打競技も含めスポーツ中継の司会や実況を中心に担当した。競馬では ディープインパクトが三冠を達成した2005年の菊花賞を京都競馬場に乗り込んで実況した。2006年、レース穴養成講座の一級上に当たる吉本康史と共にラジオ日経から独立していた師匠の宇野を競馬実況中継に誘い着任させる。2008年、第29回 NNS アナウンス大賞ラジオ部門大賞を受賞。 翌2009年に結婚するが、この時現在の妻と出会ってからわずか1ヶ月で、プロポーズしたというエピソードが、大人の情報マガジンで、たびたび話題となる。ちなみに、独身時代には、ラジオ日本 OB の先輩アナウンサー山田徹が、仕切っていた、山田徹商店営業中。で、お見合い企画に出演していた。2010年、入社13年目で、 初めてとなる第77回日本ダービーを実況。2013年の第79回以降は、2018年まで6年連続でダービーを実況している。趣味は日本語の研究など。ザウの命はいつも心にゆとりと対応。あなたには愛を。ありがとうございます。